はい、こんにちは。高学歴婚活系 YouTuber のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。婚活の話をねやっていきます。さっきの、続きになるんですが、まあ僕横浜に住んでるんだけど、まあもともと東京に住んでたってこともあって、東京にねすごく土地勘があります。で、東京23区なので住んでたので、結構ね、まあ、東京23区どこも大体わかりますね。で、まあ、なので、東京のね、人に、婚活で応募してます。まあね、横浜の女性ってね、プライド高いんですよ。田舎に住んでる芋女のくせに、横浜の女性ってプライド高いから、特にね、学歴低くて、年収低い女性はプライド高いんでね、あんまり魅力ないかなと。まあ、低スペックの女性、今まで、申し込んでも、誰もね、成立してないんですよ、お見合いが。だから、そういう意味では、まあね、あんまり横浜の女性にこだわる必要ないかなっていうか、あんまり魅力ないんでね、スペックも低いのに理想が高いんで、まあ、あんまり僕は、これから申し込みを減らそうかなと思ってます。てか、もう申し込まないかなと思ってます。まあ、僕、今までね、大学院出た人とかね、スペック高い人が、まあ、成立率高かったんで、まあ、そういう人の方がやっぱりいいのかなとか思いながらね、思ってます。で、まあ、今日ね、話すのは、この前ね、渋谷に行ってね、お見合いしてきた話の続きなんですが、まあね、話自体はね、本当になんかこう、なんだろう、こう、天然な感じの女性でね、天然なタイプの女性でね、あんまり話してくれないんだけど、なんか、すごくね、話を聞いてくれる女性なんですよ。で、なんだろうな。なんだろう、あんまりこうなんかね、表情がないというかね、なんだろう、こうなんか、まあ男性、今までね、学生の時にあんまり男性の人と話したことないみたいなね、そういうタイプなんですよ。コミショみたいな感じ。コミショなんかな、まあコミショかは、ちょっと天然なんかわかんないんだけど、コミショで天然、まあ両方あるかもしれないですね。なんかね、男性とあんまり話したことないようなね、そういうタイプのね、女性だったと思います。で、まあ、いろいろ話してね、なんだろう、まあ、なんだろうな、こう、やっぱり、婚活って、相手にね、こう、どうアピールするかとかね、相手にどう理解してもらうかとか、分かってもらうか、まあ、そういうところがやっぱり大切になってくるんで、まあ、そこはね、もう営業トークいっぱいしてね、営業トークというかね、営業トークなんですけど、いっぱいしてね、こうなんかね、気遣いしながらね、営業トークいっぱいするみたいな感じでね、やってみました。で、まあ、今までね、面接じゃないよね、お見合いしたね、なんだろうな、女性と、まあ、特にね、言った話とかはほとんど変わりはないんだけどね。なんだろうな、こう、ほとんどなんか、同じようなことは言ってるわけなんだけど、なんだろうな、こう、特に何も変わっ、なんか、前回と前々回と何かね、トークで変えたっていうことは特にないんだけどね。まあ、僕、学歴高いんでね、まあ、そこをね、あんまりこう、僕はね、俺学歴高いんだよみたいな、そういうのねやりたくないんですよ。わかります？これ YouTube の動画だから、そういうキャラでやってるだけであって、僕ねそういうのやりたくない人なんですよ。これ YouTube のキャラだから、俺学歴高いんだけどみたいな感じでやってるんだけど、それキャラクターだからね、あくまで僕そういう人じゃないんで、本当に。だからね、あんまりそこを出さずにやってますよね、いつも。なんだろうな、まあ、なんだろう、まあ、相手にね、まあ、人ってね、やっぱり人同士だから、こうね、人って、もちろんいっぱいいるわけじゃないですか。で、人同士って、やっぱりこう、今まで育ったとことかね、育った場所とか環境とかも違うし、
結局ね、こう噛み合わないもんなんですよ。わかります？これね、なかなかね難しい問題で、人ってね、やっぱり育った環境とかね、生まれた場所とかも違うし、もちろん年代も違うし、絶対ね、理解してもらえると思ったらこれダメなんですよ。だけどどうやってじゃあそれをね現実に近づけるかというと、もうこれ営業トークしかないんですよね。で、まあ、僕はそういうところをねこう緻密にね、まあ、考えながらね、緻密に考えながらって、まあ、サラリーマンの皆さんわかると思うけど、こう営業トークをまあやってね、来ました。まあね、だけどね、営業トークって結局ね、自分ができないことを言ったらダメなんですよ。だから自分ができることで、あと、わかります？自分ができることで、あとね、自分がね、そこまでこう、苦にならないことを、範囲内で言うっていうね。だけど、やっぱり相手のね、こう、立場とか理解とかを得るために話していくっていう、まあ、そういうところになりますね。うん、まあ、営業トークの話をやっても僕、よくないんだけど、なんで婚活系 YouTuber なんで営業トークの話するんだって思われちゃうかもしれないんだけど、まあ、そういう感じですね。まあ、営業トーク、婚活は営業トークが大切なんだっていうことをね、まあ、とりあえず、まあ、言いました。うん、まあ、これ、女性見てたらね、どういうことなの？はてな、みたいになっちゃうんだけど、まあ、わからない人はわからなくていいと思います。営業トークなんですよ、営業トーク。それがやっぱりね、大切かな。うん、そう思います。最後までご視聴ありがとうございました。まだ話したいこといっぱいあるんだけど、もうあんまり動画長くなっちゃったらね、ダメなんで、これで終わります。ありがとうございました。